大川原木留め強毒名画のなぜ団に反対をしているかというと、まず私たちは、大川という本当に自然に豊かな、さっき草島さんの制度に生まれましたように本当にいい鮎だけでなくて、よぞく魚、カジカもいるだろうし、ヤマメもいるだろうし、イワナもいるだろうし、とっては、まあ、山だけはもちろんのこと、全国的にも、素晴らしい川だなというふうには自負しているところであります。漁業協同組合というのは、内水の牛乳協同組合をやる、海のやつでなくて川の牛乳協同組合ですね。それは、組合を作って、そして河川川に増殖をするということです。いわゆる川というのは、すぐ、再生産ならなくなる危険性があるという限られている水面しかありませんので、そこに先ほど会長さんにお話したとおり、例えば1100人もの組合員がいて勝手に、魚を取ったとすれば、たちまちその魚族が枯れていくというか死んでしまう、なくなってしまう。そこで増殖は義務づけているわけです。漁業権を与えて担保する、その代わりに増殖は必ずしようと。それは漁業管理、漁場管理委員会というのが山崎にあるわけであります。そこが監督をして毎年そういう増殖をしているかということ。増殖を義務付けられているものですから、私たちは増殖をするわけです。魚の鮎は山形県では最高3700キロぐらい放流しております。鮎だけで言うならば、ちなみに先言いましたように、2番目の相模川で2700キロです。ですから、まあ、先のようなで天然素材もありますけれども、豊かなあるいは自然ということになっていくのではないかというふうに思っています。で、増殖を義務づけるということは、豊かないわゆる漁場の環境もいい環境でなければならないわけであります。その中で育っていくということです。当然のこととして漁場をもう管理をしていかない、良好な漁場を保っていかなければならない。ですけども、最近は河川工事やいろいろなことで、その漁場の環境が悪くなっていることは皆さんもご存じだと思います。ですから、漁業組合がダムをそこに作るということになれば、何の理由もなく、これは困るということは当然のことだわけです。私たちは、いや、ダムを作ってもらっては困ると。しかし、ダムを作ってもらっては困ると言っても、作る方の方にも理由があるでしょう。その理由がね、本当に正当なものといいますか、皆さんが考えてなるほどということの理由であるとすれば、これは反対だけをして、ダメだというわけにもいかないでしょうと。それに代わる何かの対策があれば、これは反対し続けてもいいのではないか。まあ、私たちはそういうふうに考える。で、ところで、ダムの反対のことは、平成の7年に理事会を開いて、ダメです、反対です、というふうに言ったわけでありますが、その答えには返ってきませんでした。で、いろいろ
なする中で平成13年にダムの懇談会をするというふうにしました。でその中で私たちはいろいろ勉強したわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように話がありましたように、あそこの赤倉温泉の温泉街、温泉街のいわゆるそこの川幅が狭くて、どうしてもその時洪水になる水流を確保できない、流量を確保できないとすれば、そこは拡幅したり、あるいはその堤防を作って高くしたり、あるいは移転をしたりする方法はあるのではないかと、まあ、こういったところをそこは温泉街源泉に触ったので、触るので工事などはできない、それは前にその工事をして保証問題までなった経緯があると。そこで県はそこに触ることができないので、川を掘削することも掘ることもそこに堤防を作ることもできないんだと、それでダムを作るということになったんだと、こういうふうな話があったわけです。ダムの懇談会は平成13年に5回にわたって、平成13年5回、平成13年から14年にかけて5回懇談会をしました。その懇談会、僕もそうですね、それが初めだったと思うんですけど、その時からです。懇談会何人でしたっけ、何人？30人です。30人。その中で沼澤さんのようにダムによらない対策があるんじゃないかって主張された方、何人いらっしゃったんですか？2人か3人です。ですよね。だからなんか行くたんびに思ったのは、なんとなくこう袋叩きされてるみたいな30人たーって、の主張は、懇談会のメンバーはどういう人なの？それは各種団体の長ということで、代表者というか長といいますか、で地域の、今なんと言いますか、部落っていうのは言葉は使いませんでしたけど、町内会とか、区内区長たちと、最上町の、ブラックの責任者、そう、それから農業協同組合の、組合長とか、それから商工会の会長とか、温泉組合の会長とか、もちろん私の方は鬼ヶ川協同組合の組合長ということで、まあ委員になったわけです。その30人のうち、私と船形農業協同組合の組合長と、あと一人、確かその他の以外にもする方法があるのではないかという主張をした方がおったと思います。でその方々はもう頭からそこはできないという前提に立って、温泉、それも草島さんの話ですと20軒全部移転する必要はないわけです。川は狭くて、川にせり出してきている旅館は4軒だけ、4軒だけ、民家が1軒だから、その人たちが何とかすれば何もこんなダムなんか作ることない。ここから私の信念といいますか、ダムには反対しても反対し続けてても何も、何といいますか、社会的に糾弾を受ける必要はないのだ、それを一本で通してきたつもりです。ですから私たちは反対のための反対をしているわけではないです、ちゃんと皆さんに説明をしてすれば分かっているくださる理由だということで、私の方でも総代会というのは、国合の意思決定機関でありまして、1100人おるうちに120人が代表ということで、総代ということで、意思決定機関をそこでやっているわけです。その中で平成12年目は、軽い その理由までなくてやったわけでありますけども、18年には市と協議しまして、
そのことで議論をしまして、反対という結論をしたのであります。うんうん、ですから、私たちの、県との争点は、そこができるかできないか、私は感覚的にそういうことを証明することは何もできませんでした。もう関連的にそういうふうに期待するということをはっきりしているわけです。うん、で草津さんに、今その人の方からいろいろ聞いて、で、この度は山田井の川尾先生、そんなことはない、そんなことはないということを証明してきておりますし、それで、もう、なんて言いますか、もう、それ以上の私たちは、所長はしなくてもいいというふうに思っているぐらい、信念として持っているわけです。簡単にはそんなことでありまして、まあ、そこで、兼ね合いだけ、私もこの通りでありますので、なかなかそのことを皆さんに理解をできるように説明したり何なりすることはなかなかできないわけであります。まず第一にそういうことであります、うん、平成13年は、うん、その会議が始まった時にはその一番そこで偉い方といいますか、その当時は建設事務所といいまして、建設事務所の所長さんが、うん、私たちはどうもそのお役人さんが来て偉い人が来るとそうだろうかなってすぐ考えてしまうわけですけども、その温泉街は、まあ、そういうことで絶対その触ることができないので移転するつもりもないし、温泉街を移動させるなどというふうには考えておりません。ただ案としてはそれはありますけど、こう言われてしまいましたので、議論にもならないんです。議論にもならない、私は今言ったようなことを話をしても偉い人が、そんなことはするつもりはありませんと言えば、皆さんは、まあ、初めからその家の人たちだって、まあ、ダムありきの人たちを集めたというふうに言っても可能ではない。なぜかならば、その集落の、一人の組区長さんは斉藤、私の子供を含めてたんですけど、それをそれがこう除いて議会のに出ている、その当時はダム建設委員会で委員長だったと、伊藤さんという方をとすり替えて教育名称を除い切るんです。だから当然地域の代表で行けば私の今の教育名称はそこに行くはずだったんです。で一番先の会議の中からそれで揉めちゃったんですか。私はこの委員会は、ダムありきの委員会であって、ダムを作るか作らないかだけで、後の問題については、その案というものについては、ただ示しただけですね、ないかというふうに、もう主張にしてましたし、そういう状況の中で始められたんです。でそれで小田さん、その時って専門家川の専門家っていうのは誰もおりません。誰もいないんでしたっけ。風間先生のやつは何ですか。家の中に、その次に平成15年で流儀委員会というのをしたんですが、それはもう公的役者、最上の川の治水対策をどうするかという立場で、その前、今小林さんが話をしているのはダムの懇談会によって地域の人たち、地域の大事として、いわゆる
ダムを作ってもらいたいという組織を作るさんなどと思います。賛成だね。賛成。そもそもやっぱり漁業組合がそんなに強烈に反対するなどということは想定してなかったと思います。それが何より証拠と言いますか、私が感じたのは、私は組合長になったのが平成9年であります。平成9年に、私は最上町に、今度漁業組合の組長になりましたので、よろしくお願いしますと言って挨拶をしたときに、その当時の町長は、ダムのことをよろしくお願いしますが、打っていくと言ってましたけど、いや、私の方では、もう私の組合長がないときに、もうすでにダムは、でない治水対策をして、治水対策をしてくださいというふうに出しておるんです。理事会の決定により。理事会で。そう。ですから、それは、最上町に出してる。最上町が一生懸命ダム作りたい、ダム作りたいという急走を上げて、反対してはなりにが、俺たち反対するのは当然のことだし、どこの組合だって反対したんだけど、そういうことだ。ところが、厳密に言うけども、それは反対はいつするでしょうけども、やっぱりその保証金とか何とかって言うて、賛成するなんていうのがいいかっていうふうに思ってたと思うんです。最後なんと思ってたわけだな。そうです。そうだと思います。それは私たちが、住民のように、県に反対をしていただきたいということで、陳情書を持っていったときに、その紹介人として、隣の小原沢の今の地区ですけども、加藤さん。加藤さんが。その人が、ね、お願いを言ったんです。それは、その前に、県に、ダムに反対だと、ダムは作るべきでないと。いう発言をしてたというふうに知らんですが、で私も、ああそういう人だったら、紹介芸になってもらってということでお願いに行った。その時に言った言葉が、私はダムで反対ですと、ダムは作るべきではないですと。でだけどもよ、組合、漁業組合はよ、ダム反対先のしてきても、もう途中から、作ったっていいっていうのもね、すぐ、ぷいぷいくん言われたんです。いや、私たちは、もう、総代権にも決定をしてるんです。ですから、そう簡単に作るというふうに賛成するつもりはありません。とにかく、私たちは、何か作ってまいればないわけですから慎重したんです。言ったらやっぱりもその時は、加藤さんは招待になっていただいて、そして、加藤さんがいるだってやっぱり漁業組合というものについては、そのぐらいの認識であったろうということについては容易に、考えられるわけですから、ましてや所長っていうか、所長たちはそんなことで反対になって反対を進められるということはないというふうに思ったかもしれません。なぜ平成12年ですね。12年確かになってそれで13年に今度はこんな会だから、その前に、その前ですかね、平成9年に、周り町の町長さん挨拶行った時に、でその時に私は、だって東北電力は参入しないという話じゃないですか、それから灌漑用水は、必要でないのでしょう、 30% も減反をしている状態の中で、まさら灌漑用水を必要というよ、ね、それは乾物でもあれば困るということもあるかもしれません。水道用水必要なんですか、小説道路、
小水水用の水の質が見つかる。その時に中川町長言ったことは、小雪用の水を欲しいと言ってる。その時は穴水で歩いていくんだから。で、まあいい言い方は、500億もの、金が最上町に入るんだと。ね、で、団子、そういう予算があるのに、断るなんていうことは、ありえないことだと。今日は私に言ったことってありますけど、あの町内会の集まりとか、そういったところで言ってる話です、まあ、そういうことで、いわゆるリゾートといいますか、ダムの水を貯めるわけですから、ボートが通るわけで、自体リゾートにするという形でダムが始まるわけです、うん、あの13年にはそういったものがなくて、もう穴開きダムと治水用専用のダムということになったんですよ。治水専用のダムだとすれば、私たちはさっき言いましたように、その温泉街の方とちょっと薄い、ちょっとというような言い方はあるんですけど、そういえば金もかからないだろうし、寄せてもらった温泉だって、ね、今の見ていただくと分かるという景観が悪い、あの遊戯委員会というのは その後あるわけですから、遊戯委員会の中では笠上は景観が悪くなるので、景観が悪くなるので賛成できない、こういうふうに言った方が3人います。笠上っていうのはあの、なんていうの、この地面から、まあまあ、なんていうの、こう今は低いところにあるのを上に上げるっていう、さっき言いましたように、1メーター42センチで高いところに建物があれば、あの同じ幅でも、流量は確保される、洪水にはならない、水害にはならないという論理からすれば、1メーター倉島さんの話、さっきの話では1メーター40掘ればいいのではないかということと、掘らなくとも泉大運寺堤防に堤防を作ればいいのではないか。で、堤防をさっき言ったようにあの作られているわけでありますから、ここのところに泉大運寺を上げると、そうすると川が見えなくなる、ここに泉大運寺があったところが川が見えなくなるということになるでしょうね、やっぱり。じゃあ その分だけ笠上をすればいい、できないということはないと私は思っている。それで平成15年の利益委員会に、それも私は行きました。本当は実は13年に懲りてた方がいいじゃないですか。懲りたというのは13年に自分をしました。そしてこれが、ここをやることができないとすれば、今度は迂回、神の影の方に水沢川っていう川があるんです、そこから約800メーターのトンネルを作って、こちらの川に出して、あの赤倉温泉街を通してやれば、赤倉温泉街の水害は守れるんじゃないか。さっきの話の中にありますけど、赤倉温泉街だけです、民家があるのは。民家で水害がの危険性があると言われているところ、あと下の方には行ってもあれないなんです。ですから、あとの二十数軒の家は、堤防を作れば堤防の内になりますから。堤防に関わるのは下国しかね、ありません。右岸の方で。で、左岸の方で、旅館は上の方にありますけども、それは堤防を作って、積みた上げれば、もう少し幅を広げて、積みたの堤防を高くすれば、
ね、余裕高を目指って1メーター50センチぐらいの堤防を作れば何のことはないのです。それは皆さんと一緒に、あの私と話をして、一緒に行ってみるで、そういう時間ですと、なぜのやつ言ってくれる人いるんです。で、昨日も技術懇談会の中で、ね、こういう人がいるんだ、なぜならば、その団子そういうこと分かっていたのだっていう並びっていうことだね。そんなことを分かってないわけじゃないんですね。もう理屈を言うだけ、団子を作りたいから理屈を作るんです。で、実は私の方から出ている、伊藤茂っていう茂成っていう県会議員は、伊藤茂成、伊藤茂成さんという県会議員は、漁農組合がダム反対やられてとんでもない話だということで理事になってきて、理事になっております。私の理事理事になってきたの。そうです。で、昨日そんなことで話をしましたので、でも、私が言う、今までは陳腐として言わなかったんですが、言えると思いますが、その人にきちっと昨日は言いましたので、ね、言いますけど、税金に関わることですかね、というふうに言うか、人の思想心情に関わってものを言うことを言うということは、そういうふうに言いました。で、その人に、なして事実がある以上は、なしてダムにこだわらなりなや、なしてダム作らなりなや、私は科学的な根拠に基づいてやられるものについて賛成をしているのでありますが、じゃあ科学的な根拠って何なんだ。私たちの観念、私たちが観念、観念と言いますか、考え方で、そんなことないでしょ、あそこさ、もう触られたて、温泉線触られたても、高くすることはできなくないじゃないですか。セミ温泉、好きセミ温泉だ。セミ温泉、はいはい。セミ温泉か、ちょっと待ってよ。さっき出てきた。あ、さっきね。さっきね。さっき出てきましたね。これ見てみるよ。これいいよ。これわかりますよ、ね。うん。ずばすぎやったな。この線ですな。これですな。はい。ここまで堤防でやったやつをこう重ねてます。ね。ね。そう。これ1メーター近くあるわ。2メーターぐらいありますよ、そこは。いや、ここだけよ。あ、そこね。うん、はいはいはい。ここ3秒ね。だから最初のあの、ここから、この堤防からここですね。アメリカのやつ。じゃあちょっと出しましょうか。アメリカのやつと比べてみてもらえば、本当に圧倒していただける。ここ、普通、ここがあるんです。ここまで前の堤防だったやつを、ここがかさげしたんですよ。かさげっていうか、これ堤防を、パラペットって言うんですよ。ここの壁を作ったんですね。で、これは耐水化中圧なんですけど、要するに、これはね、またおもろい絵なんですけど、はい。これでいいと思うんですけども、ですね。ここに、だから1メーター。そう。上げればいいだけだ。上げればいい話なんですよ。ね、うん。それでは、ちょっと困るということであるとするならば、なぜそこをここ上げてやらない、そんなことをしないで私たちは、ね、地域の人たちとダムに60億とか140億とかで使うんだとすれば、この旅館そのものをね、今風に今国にって言ってはあれですけども、ディスタッタっていいな、ね、そういう肌ねえもの、
ねえ、そうなんですよ。そっくり新しいでした建てるもんじゃないかね。ね、道路建設の時ダメだダメだって言ったたって、それはしてもらわないであげてするってことで、補償金を出してしてるわけだから。うん、これ例えばそういうふうにするときに、するとすれば、補償金出さねえながら検査を出させてきてない。それはそういうことで公共のためにする水害対策としてするんだとすれば出しますと、そういうことを県がするとするのは出すというか出すというか当然のこととして経費になります、費用になりますというふうに確認をしているわけです。ただその時その当時はね、そういうことをする場合は国からの補助金は出ませんという認識でした、私たちは。はじめね。はじめ。ダムには 50% いわゆる県独自の担当事業といいますか、県事業としての場合は 50%、ダムの場合は出ますけど、こういった場合は出ませんという認識でした。知事もしなかったんですよ。ダムには補助金が出る。ダムには補助金が出る。国から出る。半分出る。こう聞いてるもんですから。私も、バカだったっていうか、気がつかないと。ところが、最近になって、よくよく聞いてみると、それにも国からの補助は反動があるんです。同じようにあるんです。うん。だから、何まして、ダムダムってことからなんや。ね。なんだろうね。とにかく。なんでダムダムって、ダムが死んだ。ダム作りたい人がダム。あともう一つですね、私は杉並さんの、答えられま、答え、そのことについては答えませんでしたが、私は要は組合長の言葉書きで言うと、もうやなことねえというか、組合長は古い言葉を言っているなんて言われるというね、言わんねえんとも、ダムでなければならないというふうに言っている人たちは、それは何かが洪水対策の場合だけばりでなく、何かがあるんでしょうということは容易に考えられることでしょう。ね、何がやっぱりダムを作らせているんだから。そうそう。それは自分の利害だろう。利権利害、そうでしょう。このそういうふうな本当に私から言わせれば、穴開けたのでなくて水を貯めるためなら、目的はあるわけね、水を利用するという目的。先ほどね、飲み水が必要だとか、何だとか、必要でね、水は。水は必要でなくて、流すならだから。そうすると、年にかけあるときにはここしかねえなとか。ここをなんとかすれば川幅が広げられない、先ほど言ったようにここもここを掘り下げれば、こういうことができれば水を流れるし、なんでよ、なんでなんだよ、みんなこれはなんだ。それ私はそこで怒りも感じるし、私たちが言ってることは、ね、社会的にも国のためにも、県のためにも、なってるんだ。余計な気に使うな。使うとしても、ここの一つが、ね、それで潤うとか、それからの旅館の経営がうまくいくとか、ね、そういう助かる限りあれば使っても、そういうふうに使ってもいいので。そしてましてや、ダムを作れば、ほら、なんていうか、ゼネコンというか、そうそうそう、そういう人たち先のやつだなら8割はゼネコンに流れるので、で、ここで例えばこれを建て替えするなというか、地元の人たちが、ね、雇用も、雇用というか、仕事するとかだって言っていることです、ね、おっしゃる通りです。そうです、そういうことも、
まあ、自身の確信を持っている方の草島さんとかいろいろ教えてもらったり、こうだねかなんとかって、うん、本当に理屈ですからね、うん、実際そういうことで感じることがあったんです。草島さんからは新潟の、水害の後に大隈先生、新潟大学の大隈先生ですけど、まあ、取り組んでいる新潟水害についての取り組みについて現地を取る追撃回しそして終わって勉強されていました。その時は上の方にダムが2つあった、だからダムが2つあったからもう安心だと、水害のならねえと、心配ダムの水害の心配はないというふうに思っていたところが、それは想定外の雨が降ったからでしょうけど、あの 何年ですか、2004年、うん、人が住んだダムが2つあってもダメだった、これは何年であった水害がある、あるというね、ことを認識をしながらそこで生活をしていれば、それはいち早くそういったことについて気を使えて予防した対策を立てる、ところが安心をしておったもんですから堤防が決壊するのも知らないでいた。前はその、堤防が決壊すると困るので、雨が降ったら皆さんが畳1枚ずつ担いで、そして堤防を補強するために、訓練をしよう、それをしなくなった、まあ、ために人命に関わるその、救命ね、水害の前のことになったというふうな話を聞いて、現地で見て、ああこれダムっていうのは本当に、何の役にも立たない、本当の水害が来た時では、ここに何もない、50年に一遍の確実であるだろう水害、まあダムサイトで350トンの流れ流れる雨が、これはあそこはひとたまりもなくなるなんだと、まあ、こういうことで県は始めているわけです。ですけども、次の対策はさっき言ったように、何難しく考えに立って、できる話のことを、どうしてもやるというのは、まあ、私たちは、ダメだダメだと言って、組合員ですから、組合は、俺みたいな、まだ、間違って、もう、年のいって、どうにもならないような人たちは多いわけですし、久米も、老理化して、少子、少子高齢化ですか、という形で、1300人おったんですが、ほぼ5、6年で1200人になりました。で、まあ、力があるということは、ありますけど、まあ、私たちの組合の定款の中には3分の2以上の賛成はないと、漁業権というものについては売り渡すことも変更させることができないという定款があります。それはその漁業権までではなくて、定款を変更するときとか、出資金の額を一口当たりのやつを変更するとか、いわゆる大事なことを積み立てる、積み立てる時には3分の2以上の賛成がなければ、いかに組合長が、それはダムをしようと、ダムに賛成しようとしてもできない、そういうことになっています。また赤木先生の話を聞くと、有能権者、いわゆる組合
全員の同意はないと、義務金交渉には入れないと、そういう、また知事の、国土交渉省の大臣からの通達もあるようです。ですから私たちは私たちなりにそういう立場で頑張っていけば、そんな無謀なことってさせることはないのではないか、どういうふうに考えておったところでありますが、そんなことを私たちが言っても予算は計上するから、予算が計上したのでよって、それをもうダムの本体工事ではないけれども、ダムを作るための道路を発注して着手した、言ってみれば呆れてもおしゃげたな、取り越してやおしゃげたって言葉出さないと、おしゃげたっていう言葉を取り越しては呆れた、美術館の一部は実会でなくて実懇談会と言われてまして、私たちが一生懸命陳述したり何なりしても、事実の中に後ろで突っ張る、後ろが手を止めて通る、投げる、投げるみたいなことをされたんでは困るということで、もう二人でないわ、決定したことを、党大会で決定したことを、いずずが反対のことを取るなんてことはあり得ないことだと皆さんが言ってくれましたので、新年にやってるんだなって最初に言いましたし、県会議員の、そういう人たちと、ダムを作りたい人たちと一緒になってやってるわけだから、いろんなありましょうけど、いろんな私たちの組織の中に、お客様さんも、いろんな、いろんな、自然の関係とか、いろんなものを話してくれてたって、そういう中で、私も一生懸命にして やりたいっていうのに、そういう、人がいるなっていうことなんですけど、どうしても、やっぱり一言が言ってるな。開いてました。私たちの決意も、きちっとした決意を示せないと。16年、そんなものが、なんていうんですか、先言いましたよね。保証金を少し積み上げれば、なんとかなるんだろうと考えられても困るということも、ありますけど、話をしていただきたいです。私たちがしていることは、私たちの言語だけではないと思います。つむりというのを、皆さん方が、地域の人たちも含めて、県民総裁の質問をどういうふうに受けてくれるかは、別状としても、やるだけのことはやりたい、やれること、やるだけではなくて、やれることについては、ね、やりたいというふうに思っていますので、どうか一つよろしくお願いしたいと思います。なんか、何をというふうに話すというのが、わからないままでありますけども、よろしくお願いします。非常に分かりやすいですね。ねえ、そうですか。しっかり言えば分かんない。今までもっとスタジオの話だけだと、こいつは。ちょっとだけ、本当に、
総大会の総大は何人いらっしゃるんですか。120人です。120人、はい、全体の組合員は110人、1100、今は現在は1100人で、あ、で総大は110人ぐらいです。120人、はい、あ、これあの当時総大の定数を決めるときは100人以上を、の定数ということになっているんですよ。で当時は1200人程度でありましたので、10人に1人ぐらいの、うん、総大であればいいのではないかということで1200人定数をしたんです。でその後200人ぐらい多くなりまして、300人ぐらい減っていったということです。あの重要なこう組合として重要な決定とかそういう判断するのは、うん、総大会でされるんですか、理事会になるんですか。総大会です。総大会、うん、あの総大会と理事会の違いはですね、うん、組合の意思として決定をしていかなきゃならない。その意思決定の機関は総大会です。これはあの県や国であれば国の国会であろうし、県では県議会、総大会に行くというふうになるのではないかというふうに。1500人の組合全員集まるの大変だから、それで総大会が総会に変わる。理事会は何人いらっしゃる。理事会は執行機関でありますので、はい、総大会で決定をされたことを、執行していく機関なんです。ですから平成7年に水産業協同組合法の改正をされまして、その場では理事者は全員が執行者でした。要はあの登記も理事全員の氏名が登記されたんです。ですがそれは責任の所在がどこにあるかということが明確でなくなる。で、代表理事というものを設置をしまして、代表理事が執行機関とこういうふうに法律改正をされました。理事会は、執行の方針について、審議をする。で、代表理事が執行するのを監督をしているという機関になりました。これは常設機関です。代表理事も常設機関というふうになっています。あのやっぱり総大会の中でもその全体としてはもうそのダム反対でまとまってるんですか。それはやっぱり賛成の方も一部いらっしゃったりもするんですか。それはやっぱりまだ拮抗してるんです、うん、もう少数の意見ですか、そのダムに賛成。もちろん少数の意見というか少数だからダム反対の決議をできるわけです。理事会が11人いて、はい、2名そのうち1人がさっきの県議の伊藤茂成さんで、2名が推進なんですか、うん、もう1人が忍さんというこれ県職員だったんですね、うん、推進の説明をした張本人がその理事の1人になってて、その2人が推進、うん、あとは皆さん反対、理事会そう 9対2か。やっぱりその総大会総大の中でも最上町の方とかはやっぱりどうしても推進の方についたりとかっていう感じなんですね。総大の中ですか。はい、総大の中です。最上町の方が多いです。組合員のさ、1200人だけが、最上町の方が何割ぐらい、だいたい 5.5、4.5 ぐらい、まあ、5.5 まではいかないかもしれないね。 5.3 ぐらい、まあまあ半々ぐらい。そうです、50人ぐらい多い。最上町の方が多いですか。
農園さんが。そうする。なるほど。まあ、ただ組合長がぶれないから。ダンス。ねえ、今の話聞いてさ。そうです。いやいや、組合長のぶれないのがいいね。そうね。そうです。運転してさ。それがやっぱりそういう状況さつながるのよ。私は理事の人たち、執行機関は、執行機関は代表は私だけですから、だから代表理事が執行することになるわけです。しかし、他のことであれば、代表理事が証言を使ってすれば、ことだけるわけです。ですけども、証言を使ったときはいませんので。ダム常任、ダム対策常任委員会というのを作って、私の他にも7人作って、ダム対策にというふうにしているんです。それは、まあ、強烈に、強烈にというか、かっきり、ダムを作ってはダメだという人たちを揃えてやっているんです。なんでもやっぱり組合長からのずっと説明しててさ、あるって言って水たみでその水乱札からないやみんな一人で開いて穴あげまでしてさ、なんかどういう意味ねえでみんな俺たちさせてそうみたいな、ねえすごいね、ちょっと面白い資料があるんでちょっと見せたいんですけど、さっきのあの流域の絵がありますよね。でその中で最近発見、みんなで流域歩いてて発見した絵があって、それはあのこのこれなんですね。これあ違う、こちら行きましょう。最初に、ダムほら500億も作った限り、上の方が500メーター、560メーター、高さが56メーター、このダムを作ろうとしたのよ、こういうダム、で、ダムダムって来たわけだ、だけども、この東北電力は参入しない、目的は大体ダム作るっていうと何のために作るのかっていうと電力だよね、俺たちだってそういうふうに思ったんだから、学校生活で日本は震源のない国だからダムは本当に、急流の川が多いので、ダムを作ることによって電力を、それが産業を発達してくる、工業を発達してくる、で工業立国だ、輸出国だ、こういう形で日本が発展するんだって来たんだもん、だからダムを持ってのは大したもんだと思ってたんだから、だから水をためてやっぱりその電力を作るそれということになります。一番最初にこう組合長のところっていうか、その組合長がそのダム の, その最初は発電とかいろんな話で話があったのはいつもいつぐらいなんですか。昭和私は51年から、はい、組合の役員になりまして、で平成9年から組合長になったんです。もうダム、この問題のダムが話になったのは、平成2年出て、3年から具体的になったと聞いています。だけども、その数字は組合長でもなかったし、組合の役員ではないけども、ただ平成7年になって、地域の組合員に、地域赤倉温泉街の温泉の指導に話があったと、鈴木に聞いてくださいってことで、この時はタバコにはほうが忘れてたの、指導長で火を置いて言ったのに、ダムラン使っても困るな、泉荘、そういう話になって、で、7人でそういう話があって、まあダムランダムやな、でその時の組合とは佐藤慎二さんで、もうダムなんダメやな、だから
保証金だけ大したもらわにゃっていけん。やっぱりそういう、うん、話になるよね。そう言っちゃうんだね。うん、そういうこと言っちゃうのよ。だけど、うん、まあ、湯川、ダム作ったっすよ。湯川さん言って知らない。なんか500万ばっかり直に営業するんだわって。そんな言い方は、してたねよ。僕は、あとの若い人たちも信じてたんですよ。ほら、田村は、ほら、細木のもんでいいんだよ。作らんですかね。って言って、僕はそういうふうに知っていったら7人の時は、佐渡新宿に行くから、役は活躍しに行くから行って、変わったんや。その時に、そういう話があったもんだけど、役は組合長と副組合長が、反対の進行してた、もし、優勝を持って、町に行って、小川町に行って、そうした。それで、次、平成9年に私が組合長になって、挨拶に行ったんですよ。長野町長さんの。長野町長さんから。でも、長野町長も人付けだもんね。家に入んなかったわけやねん。な。人付けないよ。な。人付けないっていうかね。結局、そのためだけこれ、多分やれてる。なんだって。うん。こんなのは、本当に否定口みたいなだけ。ダメだと。だから、そういうことでやれば、また、あの、正直だしいかね。議論の対象にもなんない。まあ、でも正直ね、そんな。うん、だけどそのためにしか見えない。その最初 その平成7年とか2年とかの時は、その前の組合長はなんとかなると県は思ってたんでしょうね。思ってたんですか、そのなんかその保証金。知事は二階の変わってるし、ね、検察今は金の水平化っていうことになってるんですけど、前は土木部長、土木部長、部長は、検査所、あるいは、国土交通省からの天下りに早くて出向、けど、部長は、全て出向です、今まで。その前の組合長だった人は、その、まあ、本人気話すと、その最終的には保証金だとかいうふうに言ってたんですか。私の前の話だと、私の前の話です。って私はそこまで、ありませんけれども、彼は穴開けたものは絶対ダメだと、スリットダムだと言ってくれる。あ、何ダムだ。スリットダム。あ、スリット。あ、スリットっていうのはダム下の方にだけ上げるんだが、途中に穴を上げるということじゃなくて、上から下まで。ああ、ストップ上げなの。うん、あのスウェットってスカートはスウェットっていうのは、ずっと長く開いてるっていう。そうそう、ここずっと下までこう開いてる。ああいう時、あれを時のことをちょっとイメージしてもらうと、スウェットってそういうことだっていうこと。あれなんてないですかね。治水、赤倉温泉の治水の問題って考えれば、ダム以前にあの建物自体が建築法違反みたいな感じで川にせり出してるんで、あれ、河川法違反じゃないんですかね。その辺はどうなんですかね。それでね、ちょっと面白いのがあるんで、これちょっと見てもらっていいですか。ここが危ないと言ってダムの計画になってるんですよ。ところがこれ見てください。この建物実は去年ここに建ったんですよ。危ないって言われてる川に新しい建物許可しますか。でこの建物を見ると、ここに壁作って、さっきのセミ温泉みたいにこの堤防から上にこうやって自分で耐水対策しちゃってるんですよ。あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。上長行って行って、上長行って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 。誰、そう、実際ほらこういう風にしてるわけよ。そう、
だからここ俺これをそうここその性格っていうのだんだんだここの旅館もこういう風にして切ればそう、それだけでいいんだよ、ね、それだけでいいんだ こっちのやつもこれ民家なんですよ民家旅館でないんですこれ民家そ, あのそこ行くと川沿いに行くと電柱とか、うん、そういうのに、うん、あの河川整遊許可証っていうのがくっついてますよねあれは何なんですかねあそこ河川区域なんですかね道なんですけどね私は分かりますあれは何あれ今調べてるんです、うん、でもうこの辺にあるあれ全部河川整遊許可の電信柱なんですよねそうなんあれね河川とここの間の柱が本来は建物建っていけないんだけどねその仮説は別だけど電話の信号が電池だから建てみるこの辺の川沿いも建ってるな、うん、河川整遊許可赤川にも建てていやこれはどう見ても明らかに川の中じゃないかというのがあって要するにこのこれ調べたら湯に2メーターあるんですよだからこのぐらいの壁をテーッとやったらそれで済むのそれで済むんですだからそれをただ景観のために景観の景観悪いですよ歴史的な歴史的な景観を守るためにそれはできないとかって言ってるんですけどそれこそヘリクスその通りダム工事の総額って今出してるのいくらなの今約80億80億ですねあそれは本体だけですか本体だけ関連も含めて80億って言ってるんですけども上の方の工事全然やらないような見積もりなんですけどそれでは上がんないと思います実際には100個すな100個超えると思いますまあまあいつもね80億って言ってるんですけど80億って言いますいつもその小さく産んで大きく育てるっていうのはこういう工事の典型なんであのですしで、まあ、ちょっとだけさっき新潟の水害のことがあったんでちょっとだけ説明するとですね、まあ、本当にあの新潟で五十嵐川っていう川の水害はこれ全国的に有名で2004年ですで僕も実はここをあの現場行ってボランティア活動してましてあの五十嵐川っていう笠堀ダムと大谷ダムっていうダム2つある川で実際にこう堤防が破堤しまして、死者9名出てますねでその隣のダムもこの貝谷田川っていうダムがあるんですけどもあのこれこのところも決壊しましてこれは僕が撮った写真なんですけどここ寺あったのが全部吹き飛ばされてもう車こういうふうに地震なのか水害なのかってもう大変な状況なんですよ、ね、そうなんですこれが水害なんですよだから水がつくとかなんとかっていうのはあの些細な水害であのでこれここダム問題になったわけですけども実際その五十嵐川どうしてるかダム2つでも収まらない五十嵐川実際どうしてるかと言いますと改修前ここ400件これを改修後400件移転させたんですね、はい、だからこれからの治水としては危ないところに住まないようにするこれを実際もう新潟では実践してるんですで新潟ではあの奥間先生という先生がいて、まあ、実際ダム2つ止めてますしあのだからこういう教訓をちゃんと学ぶべきだということなんですねこの五十嵐川のやつは信濃川の支流ですよね、うん、そうですそうですこれはじゃあ国の予算で国予算でこの時はね災害もう災害に遭いましたからあの災害対策のお金これ400億円ぐらい使ってますだからこういうことに学ばないとだから新潟の水害から学んでダムに割らない治水というのを叶えようとしてるのは滋賀県もそうですしあのダムっていうのは結局ある量を目的に作るわけですけどそれを超えたら何の足しにもならないっていうことが新潟で分かって去年和歌山でも同じようにダム満杯になってそれを放出して死者を出してるそういう事例が去年の和歌山で起きたんです福島はね決壊してしまった、あの地震で決壊した土でできたダムっていうのがあって、でもう一つあの東日本大震災のこの津波、太郎町っていうところで10メーターの汐留堤防を2000億円ぐらい使って建てた、そこでそれを飛び越えて津波で死者を出しちゃってるわけですね。だからあのハードだけに頼るっていうことの危険性っていうのを本当にこの東日本大震災の教訓にもしなきゃいけないし、
ダムっていうのはまさにその汐留堤防と同じで、あの想定を超えた時にもちゃんと身を守れる、生命と財産を守れる、その仕組みをやるにはこれからダムじゃないんだっていうことをやっぱこれから学んでいかなきゃいけないっていうふうに思うんですよ。で、小国側のこの治水が、僕はこれ県の治水対策、これ庄内も含めてですよ、本当に生命と財産を守る治水にする転換にしなきゃいけないっていうふうに思ってるんです。で、あともう一つは年間22億円の経済効果をまさに沼澤さんたちが守り人の長人になって川を守り続けて、その経済を流域にもたらし続けてきた。で、小国川の鮎って全国でも珍しいのは、あのさっき、なんだ、放流されてるって言うんですけど、放流の鮎も実は小国川の鮎から取った卵を三世の疫病の施設で孵化させて、放流、小国川に放流するって純天然と言われてて、これ全国に先駆けて山形県が行ってる事業なんですね。だからそういう本当優れたことを小国川の鮎から行ってるし、震災後岩手の気仙川っていう川があるんですけど、そこも鮎釣りで有名な川なんですが、そこのその種苗のセンターが津波でやられたために、実は小国川の鮎を放流の鮎として使って気仙川のその鮎を増やしてる、そういう事業もしてるんですよ。だから本当東北の命の源みたいなものがこの小国川という川だし、それをずっとやり続けられてるその守り人はまさに沼澤さんとその1100人の組合員の方だと思うので、そうすると今でもなんかポテトショーっていうのは、これなんか内容はどういうな、内容はこの治水対策です。要するにこういうやりゃできるじゃないかっていうことを優先しないでダムに固執した治水対策をしてると、それはまさに税金の無駄遣いなんじゃないかということです。で、それが一つの、争点ですね。でも その税金の無駄遣いっていうところにかけて、訴訟を9月25日に起こしています。それは何、いずこの判決とかさ、はい、そういうこの日程的なものはどうなっているの。日程は今度11月27日、午前10時から初公判で違憲陳述という、どこがおかしいのかっていうことを述べるその機会があります。そこから始まりです。住民訴訟ですね。住民訴訟です、はい、今のの、はい、組合長の話をさ、ちょっと聞いていれば、はいはい、これもう我々素人から見てもさ、法廷訴訟で十分勝つよね。うん、うん、ね、そうするとその法廷訴訟の、要するにいずころなんだこの判決みたいな。判決は交渉中のこんな時間長くしてみるからさ。そうですね、取り頼みのものはどうか、今回始まって、次の違憲陳述が1月にあって、何年もかかるってもんじゃねえだろ。何年ではないと思います。何ヶ月の話だと思います。そうするとそこで勝訴すれば、はい、まだ県が上告したり、そうですね、なしたりする可能性はあるんで、あると思います。今もその意見書っていうのがようやく昨日になって県から上がってきて、全部私たちの否定してるその意見書が出ていて、相当この治水論で戦うことになるんだろうと思います。ただいろんなそのなんて言うんだろう、さっきの昔の写真も含めて、あと証言してくださる泉荘さんが最近そういう赤倉温泉の地域の人たちもダムが欲しいんじゃないだと、要するにもともと低いところに水がつくようになっちゃってて、それは実は川底が上がっちゃったから排水できない、そういうためなんですけども、それをなんとかしてくれって思いはあるんですよ。ただダム作りたいっていう人は、実はさっきの食堂の人なんかもあんまりそういうことなので、結構証言してくださる方も見つかっていて、いろんな意味でその明らかになっちゃう。最終的に裁判が、はい、判決するまでは限らないわけだ。ところが今かけちゃって、その動作はだろ、今道路が始まってるんですよ、
まあだからこの、はい、まあ金の言い分は道路だ酒、そう本当にポジティブねえから、うん、道路差だだって言い分だけやんな。そうそうそう、うん、だからこの判決が終わらねば金は本体差はかからないわけだ。判決関係ねえか。関係ないです。それは拘束力ないの。いや、漁業権の云々で、はい、今裁判をしてはいけないんです。うん、ね、私たちは、漁業権を売り渡さないと、言ってはいるけども、交渉をしてるわけではないわけです。漁業権の変わる部分については、まだ手をつけてないわけです。だから、今彼らが言っているのは、漁業権に触っていないならもんだ、漁業権による訴訟については関係ありません。要は、丁寧に漁業協同組合に丁寧に説明をして、了解をしていただきますと。こう言ってね。そうそうそう。だから、その組合の了解メンバー着工催眠っていうの本体、本当は、ね、それは何でそうなってるの、法的な、あの財産権です。あ、財産権、はい、そのあれで、うん、これは絶対限らない目処。そうです、うん、それと今の法廷闘争は法廷闘争で続いてるわけだ。はい、うん、法廷闘争はあの住民訴訟で税金の無駄遣いでかけていて、漁業権とはまた別のものでかけてるんです。あの今出訴しているやつがあるわけ。まあ、このそうするとこの工事、うん、道路の工事も税金の無駄ですよという闘争だわけだな。そう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 県が何でその今までの工事したのを返したって返すの誰に返すか。県に返すんですよ。これも税金でやるぞ。そう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 。みんなだからのそういう具体的な今どうなっていくなんだかも、ね、うん、大体分かったで中身は、うん、だからこれからの、うん、運動としてどうなんだかっていう話をの、うん、うん、知れてないや。うん、一応今の私が感じているのは、漁業権があって漁業権を、うん、どうすることもできない現状で、たとえ本体工事でなかろうと、目的はダムを作ることで作られないとするならば、本来使用する権利ではないでしょうということになるわけです、ね、それを、うん、その了解をいないままにダムを作ることができるということが、うん、確定しないままに使用することがまかりならぬのではないかと。これはダムの、うん、いや無駄遣いに決心の無駄遣いになるであろうというふうに言っているわけです、はい、ね、そしてそれだけでなくてダムを作るということにも理由がない、うん、理由がないということはダム以外のもので安く早くできるものがあると、うん、なのにダムを作ろうとしていることは県の考え方や思考していることは間違っていること、うん、間違っていることに憲法を使うということについては正当な理由がないのではないか、はい、ね、こういう主張と理解をしています。今の法廷闘争はね、法廷闘争、それで私としては私の方で訴訟したわけですので、漁業組合は本当に本当に言っていますか、うん、もうダムを作っては困るということで漁業権交渉にも、うん、入らないというふうになってるんですかというふうに問われれば、うん、はい、そうですと
私たちはこういうことで意思を決定をしております。私たちのこの意思決定の期間ではこういうふうになっております。そして、たとえその意思決定期間で、過半数で決まったとかそういうことになったとしても3分の2以上の賛成を得ないか得なければ漁業権の交渉にも入れないし、うん、そしてその漁業権の交渉が例えば入ったとしても組合員全員の得る漁業者にも同意がないとその交渉も無駄になりますと。これはさっき言いましたような形ですということについても例えば法廷で証明をしなければならないとすればしますとというふうに申し上げております。ですからそのことをもって裁判所、ね、判事がどういう判断を下すかということについてはこれは定かではないと思います。で私たちのやる今言ったようにじゃあどういうふうにするのかと県がね、うん、いうことになれば強制収容もあるでしょう、うん、県がね、県がね法律的にできないわけではありません、うん、ただ現実的にねさっき言いましたように100%同意を得るということはこれはできないですからですね、うんね、私が代表者です、うん、私が代表者で組合員1122人の同意を判子をもらうなんということはまず 99% を区別に、まあ、休憩期がどこまで続いたってないと思うです。第一私が作るつもりはありません、ね、私たちにどうしてもダメだって言ってくれる人は10人や20人ではありません。まあ、だから強制執行するんですけど、半分ぐらいがの賛成で半々ぐらいなんだか強制執行って言うわけでも、今の状態で強制執行はありえねえよ、こんな。賛成者がほとんどいねえわけだからの。法律的にできるというだけ。できるというだけだけど。現実的にできない。これは私の方でそういう強硬なことを言ってるだけでできないのではなくて。全国的に今までそういったことはなかったと試しがないんですよ。そういうことは不可能だということになるだろうと。これは学者、法律学者の先生方が言っていることであるし、私が言ったことではありません。ですから、私はその点では、まあ、自信と確信は持ちますけど、でも強行するということになっているわけですから、負けすぎでしょうかね、というふうになるわけです。だから、理屈でない、どうしても、その、強行しなければならない、何かがあるんでしょうと、というふうにしか言えないわけです。それは、いわゆる、まあ、私の方の理事が言った言葉でありますけど、それも、先生が、説明をしたときに言ったことでありますけど、いわゆる政官財の業が政官の業が癒着によるその寿命でないかと。いわゆる誰が言ったの？私のこの理事、だから私が言ったわけないと言葉って言ったつもりです。私のこのまあ、そういったことも考えられるでしょうし、あるいはそれ以外のね、仕方ってあるかもしれません。それは私としては、その、どうだっていうのも分からないことであります。あるいは、今まで、平成2年からでしょうからね、3年からでしょうかね、もうすでに13億か14億だけは、使ってるわけだから、とか今更、仕事させてこのわけにはいかないということは逆かもしれないし。ただ今のこのなる、途中でやめてる時代になってきたけど、そうするとさ、やっぱり正確な情報が、いかにさ、この伝わっ
伝えるかだな。そうですね。今な我々のおっしゃったんです。気持ちはさ、はい、だから今日やっぱり組合長から直接薬でさ、はい、非常に分かりやすいの、はい、みんなも分かさずみんないいね、今までどういうなだんだかみたいな感覚で分かるんだけどさ、うん、やっぱり生の声を聞くことは大事だよ。そうですね、本当に本当にこういうふうに自分でも自分の言葉として言えるようになったのは最近で、本当にあの、もう本当に今でも教えていただきました。本当に、もう頭が下がる思いで、だって自分の言葉で喋るって分かりやすいんですよ、そこの部分の姫ちゃんに関してはすごく説得力あるよ。そうだ、そうでも、これがの話をすれば、あの、そういう意思で聞いてくれる人が多いんだって、そういうふうにいいなとやって、いいなとやってた、今、まあ、地域で、反対の人もいる、私たちの考え方にね、反対の人もいているの話になると、なかなかどういうふうに筋にしたいか分かんないかっていうのを分かってくれる、ね、前提として話を聞いてくれる人がさぞなんとかこう喋りゃいけんと、でないとこの一つはどうやって説得していけなんていうのはなかなか話しされて大変でしたよ、県の説明会とか行くとね、もう動員されてる方々が8割ぐらいダーいて、その中で沼田さんたちと僕らが反論するわけですよ。途中でヤジで消されるんですよ。そんなところでもう沼田さん一生懸命毎回あの主張されてて、なかなか途中でこう書き消されるみたいなこともたくさんありながらこれまで運動されてますよ。ヨレナさんは感服するね、本当に。組合の中で勉強会を持ったりとかもされたりとかは、勉強会ない勉強会、まあ、ダムのね、そういう自分たちのその組合長とかのいらないっていう思いをその組合員の人たちに理解させることってすごく大切だと思うんですけど、組合長の言うことが分かったわって言われたくなっちゃった、知ってくれるか、いやいや、分かんないだから組合員の人での賛成する人のことって言わないってことだよ。どうしてもこの、なんていうかな、いろいろな会議、そういう会議をすると、わけにする組合長、今は副組合長、今の副組合長に言うと、前の副組合長、わけにいてもらって、こう、少し引っ張ってもらうと、興奮してしまって、そうそうそう。ダメです、信念だよね、それが。いや、本当に、ないで、あんまり、強いてば、すっと、すり手が見えて、少し、言葉には言わないけど、そういうふうにね、わけされてくれないわ。そういうできる人もいっさっき言いにくいね。ダメなんですよ、私も。だから、なんていうか、自分で何言っていいか分かんないくなるみたいな、いや、大した方ですよ、ですね、今日初めてお会いしてよかった、この方は一緒来て、そうなんです、でねえな、全国でもね、全国みんなが札束で叩かれて、組合が了解してダム作られるケースがほとんどなんですけど、ここはもうこの沼田さんがいらっしゃるからなんです。で今ここに映しているのが長木ダムです。これどこが環境に優しいのかなんですけど、まずさ、先ほどさ、はい、ちょっと進めるのがさ、そうですね、そうそう、いや、これが帰るんだからな、はい、今日あの、評価にして、そうですね、で、はい、どう見の話でさ、はい、な、うん、な
失礼しました。